こんにちは。歴ショックです。今回は、三方ヶ原の戦いで家康の身代わりとなった夏目吉信の生涯、家康に感謝され続け厚遇された子供たちのその後について紹介します。夏目吉信は、三河一向一揆では家康を裏切ったものの、家康から赦免されて再び召し抱えられたことで、一層家康への忠義を厚くし、三方ヶ原の戦いでは恩返しとばかりに大活躍を見せます。家康は、自分の身を犠牲にして主君の命を守った忠義に深く感謝し、亡くなる直前まで、慶喜への感謝を口にするほどでした。慶喜の子供たちも、家康から恩人の子として厚遇され、大名にはならなかったものの、江戸時代を通じて旗本として繁栄することとなります。今回は、三河武士の鏡とも言える、夏目慶喜の55年の生涯、時代を超えて語り継がれた夏目慶喜憲章のその後について紹介します。三河一向一揆での裏切りが慶喜の忠誠心を厚くした。夏目慶喜の前半生。夏目慶喜は、1518年、松平氏の譜代家臣、夏目義久の子として生まれました。夏目氏は、源氏の祖、源常元の五男、源光義に始まる信濃源氏の一族で、源頼朝が奥州藤原氏を滅ぼした奥州合戦で戦功を挙げ、現在の長野市にある信濃の国更科郡夏目郷を与えられ、夏目氏を名乗ります。しかし、鎌倉幕府の内紛、下月騒動で足立康盛に連座したか、中仙台の乱で北条時行と敵対したせいか、信濃を追われ、交流があったとされる足利氏の本拠であった三河に移りました。明治時代の文豪、夏目漱石は、この時代あたりで夏目慶喜の系譜と分家した家の出身とされており、慶喜とは直接の関わりはありません。やがて、室町時代に入ると、岡崎市の南方にある幸田町にあたるはず郡睦栗村に移り、ここを本拠地とします。夏目氏は代々、足利一門の吉良氏に仕えていたものの、松平氏とも古くからつながりがあり、慶喜の曽祖父、夏目康義は、一騎鎮圧で、家康の祖先、松平信光と協力し、松平氏から恩賞を受けるということもありました。やがて、家康の祖父、松平清康が勢力を広げると、夏目氏は、吉良氏から松平氏に主君を変え、清康からは、武力に優れた一族として信頼されるようになります。慶喜は、家康の25歳年上であり、家康の父、松平広忠の8歳年上、武田信玄の3歳年上と、家康の親世代にあたる人物です。夏目慶喜には、慶喜の名と、夏目広次の名の2つが伝わっていますが、慶喜の名は、子孫によって提出された系図にも記されるなど、江戸時代以降、現代に至るまで一般的になっている名前です。一方、広次の名は、三方ヶ原の戦いの4年前に書かれた文書に記されている名で、慶喜の名は、同時代の資料には出てきておらず、この頃は、広次の名で通っていたものと推測されます。慶喜は、松平広忠の時代から松平氏に仕えていたとされますが、家康が今川氏から独立する前の地籍については伝わっていません。慶喜の活躍が初めて記されるのは、1561年の三河長沢城攻めで、その後は今川方勢力と戦う家康に従って各地を転戦しました。1562年に家康が今川方の板倉重定を攻めた戦いでは、牛窪城の牧野氏などの援軍によって家康軍は退却を余儀なくされ、慶喜はしんがりとして板倉勢の追撃を防ぎ切ります。慶喜は6度にわたる防戦の末、家康の援軍の到着もあって板倉重定とその顧問道を討ち取り、慶喜の活躍により、家康は板倉方の八幡砦、沢木砦を陥落させ、家康は慶喜の戦功を称えて短刀を送ったと言います。家康の下で活躍していた慶喜でしたが、1563年に起きた三河一向一揆で、家康と敵対してしまいます。三河一向一揆では、一向宗門との家康家臣の多くが家康を裏切り、一揆方に属していましたが、慶喜は信仰というよりも、先祖代々仕えていた吉良氏の、吉良義明の勧誘によって一揆方に組み捨ていました。慶喜は、自領の睦栗砦にこもって、家康方の松平一族、不幸津松平惟忠と戦うも、睦栗砦を奪われ、
浪人の乙部八兵衛らと共に、野馬北砦に移るも、松平これ忠の軍勢に砦を囲まれ、陥落間近まで追い詰められます。共に戦っていた乙部八兵衛は慶喜の旧友で、慶喜の命を救うために松平これ忠に通じ、これ忠の軍を砦内に引き入れて砦を陥落させました。慶喜は、逃げる間もなく囲まれるも、八兵衛の除名嘆願によって命を助けられ、さらに、八兵衛と慶喜の友情に感じ入った松平これ忠自らが、家康に慶喜の除名嘆願を行ったことで、家康にも許されます。赦免後の慶喜は、八兵衛と共に、当初は松平これ忠の家臣とされ、命の恩人のために、心を入れ替えて忠勤に励んでいました。やがて、長年の武功を評価され、再び家康の直臣に取り立てられ、三河、遠江で代官を務めるまでになります。一度は裏切った自分を再び取り立ててくれた家康の恩情に、慶喜は深く感謝し、一層の忠誠を誓うようになり、家康最大の危機となった三方ヶ原の戦いで大活躍を見せることとなるのです。必死の説得で家康の命を救う。三方ヶ原の戦いでの夏目慶喜。打倒徳川家康を掲げて甲府を出陣した武田信玄は、遠江の城を次々と落とし、援軍に駆けつけた徳川軍も破って西に進軍します。信玄は、家康がこもる浜松城を孤立させるために、あえて浜松城を素通りし、浜名湖沿岸の堀江城を攻めて、浜松城の補給路を完全に断とうとしていました。ここに至って家康は、兵数の不利を承知で、地形に熟知しているのを頼りに城から撃って出て、三方ヶ原の戦いが始まります。戦いは夕方頃から本格化し、夜には徳川軍は総崩れとなり、家康は闇夜の中武田軍から逃げることとなります。この時慶喜は浜松城の留守役を命じられ、家康に同行していなかったものの、徳川軍が崩れるのを確認すると、即座に城を出て家康救出に向かいました。そして家康と合流すると、武田軍は数も多く、競うように徳川軍めがけて突き進んできている一方、味方の軍勢は押されており劣勢のため、早く浜松城へ撤退すべきと進言します。しかし、慶喜の進言に対し家康は、敵を前に撤退したところで武田軍はいよいよ勢いづき、結局逃れることはできないのだから撤退する意味はない。この後に及んでは、潔く敵陣に打ち入って討ち死にすべきだと、慶喜の進言を無視して馬を走らせようとしました。それでも慶喜は説得を諦めず、馬を降りて家康の馬の手綱をつかみ、生き残ればやがて道が開けることもある、浜松城に帰って運を開くべきだと訴え、必死に家康を止めます。家康はなおも、たとえ引いても、もし敵に追いつかれれば逃れるのは難しい。やはり敵陣に突入して討ち死にすると、慶喜の説得を無視しようとしました。慶喜も諦めず、もし敵が追ってきたら、自分がここに踏みとどまって防戦するから、早く撤退しろと言い放ちます。そして、家康の馬を強引に浜松城の方へ向け、刀の反対側で鞭打ち、家康に有無を言わさずに撤退させました。武田軍は、撤退する家康を見て追撃をかけたものの、慶喜は、わずか25騎ほどを率いて武田軍を迎え撃ちます。鎧兜を交換する暇はなかったと考えられますが、慶喜は、我こそは徳川家康であると名乗りを上げ、家康の身代わりとなり、十文字の槍を振るって敵兵二人を撃つも、ついに戦死し、55歳で生涯を閉じることとなったのです。慶喜への感謝から、家康は子供たちを厚遇する。慶喜死後の夏目氏のその後、家康は、三方ヶ原の戦い後、慶喜をはじめとした忠義の武士36名を、岡崎城に近い山中の宝蔵寺に手厚く葬り、その死を悼みました。慶喜には5人の子がいましたが、長男と次男は慶喜に先立って戦死しており、三男の信次は、浜松城で同僚を口論の末に殺害して蓄電していたため、四男の義忠が後継者となりました。義忠は、目立った戦功は挙げなかったものの、関ヶ原の戦いには家康に従って従軍しており、戦後、三方ヶ原の戦いでの慶喜の功績によって、伊豆韮山一万石を与えられ、大名に取り立てられることが決定します。しかし義忠は、関ヶ原の戦い直後に41歳で亡くなってしまい、韮山一万石の話はなくなり、
6歳で後を継いだ息子も3年後に亡くなり、夏目漱家は断絶してしまいました。一方、同僚を切って蓄電していた三男の夏目信次は、母親が若い頃の豊臣秀吉を召し抱えていたとされる松下幸綱の娘であったことから、夏目義信の子であることを隠し、松下小之助と名を変えていました。信次は、浪人として徳川軍に従軍し、各地で戦功を立て、小牧長久手の戦いでは首を4つも取る大功を挙げるも、過去の罪のせいで自分の名を名乗ることができないでいました。しかし、関ヶ原の戦い後の1605年、たまたま家康が鷹狩りをしている最中に、道に控えている信次を見つけ名を尋ねると、家康に嘘をつくわけにもいかず、夏目義信の子であることを白状します。信次はもともと片目を失っており、家康は本田正信に対し、義信の子に赤眼の者はいたか尋ね、正信がいたと答えたことで、家康は信次が義信の子であることを信じます。夏目漱家が断絶した直後のことであったので、家康は三方ヶ原の戦いでの義信の忠義に免じて、信次の過去の罪を許して召し抱え、信次は30年以上ぶりに徳川家復帰を果たしました。この時家康は信次に他に兄弟はいるかと尋ね、加藤清正に仕えて朝鮮出兵でも活躍していた義信の五男、義継がいることを伝えると、家康は夏目の家の者はどんな者であっても見捨てることはできないと、義継のことも加藤家から引き取って召し抱えます。信次は大阪の陣では徳川軍の一員として義継と共に従軍し、諸道具を役を務め、家康の天下統一の集大成を見届けました。その翌年の1616年、家康の死の1ヶ月半前の4月に、死期が迫った家康は、信次、義継兄弟を呼び出し、夏目義信の三方ヶ原の戦いでの忠節を改めて語り聞かせます。家康は、義信のおかげで生きながらえた。義信がいなかったら今の自分はおらず、天下を取ることも叶わなかったと、改めて感謝を示し、その生涯を閉じました。夏目義信の名は、自分の命を投げ捨てて家康の命を守った忠臣の代表として、家康死後も語り継がれていきます。義信の検証は、幕府が自ら行っており、義信の死から200年以上経った、11代将軍徳川家斉の時代の1796年に、幕府が改めて義信の葬儀を行うほどでした。また、義信の子、信次、義継兄弟の系譜は、大名にはなれず、500石程度の旗本にとどまったものの、計9家に分家し、夏目氏の系譜を後世につないでいきます。子孫も義信の検証に取り組んでおり、幕府に系図編纂を命じられた際は、義信の遺徳を称えて、忠臣義信公の碑を建てるなど、義信以来の忠義の家として、先祖の功績を伝え続けました。明治時代になって、徳川の世が終わっても、義信は忠義の師として語り継がれ、特に自分の身を犠牲にして主君に仕えた行為が、軍人の手本として称えられるようになっていきます。太平洋戦争が始まった1941年には、国威発揚の思想の高まりから、浜松では、郷土の偉人である夏目義信を称えるために、市内の小学生6700人がお金を出し合って、三方ヶ原の戦いの古戦場近くの犀ヶ崖に、義信正忠碑が建てられました。戦後になっても、義信の忠義は語り継がれ、徳川家康の命を救った夏目義信の名は、時代を超えて、三河武士の鏡として、人々の心に深く刻まれることとなったのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは、Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。